キャリーバッグが私の頭に落ちてくる。ハイサイ、この夏新たな挑戦を求めて沖縄の田舎へ夫婦で移住しました。築60年の米兵向け古民家で始まる新たな沖縄ライフ、リノベに DIY、 離島への冒険など、大自然と共に生きる夫婦の物語をビデオブログで記録していきたいと思います。それでは本日も僕たちの人生にお付き合いください。なんかちょっと天気悪くて暗くなってきたな。やだね。嫌な感じ。なんか台風来てんだっけ。ああ唐突だね。もう最悪だよ、すぐ試練がやってきた。まあでも毎年のことだな。ちょっと翌日迎えたんだけど、早速お花も落ちて、ああこれはちょっと、始まったな。7月何日だっけ今日。20かな。20か。7月20、今年初の台風、台風6号だったかな。ちょっと沖縄に接近してて、そろそろ到着しそうで、ちょっと台風対策しながら、台風の日の過ごし方っていうか、リアルなやつを今日は届けていけたらと思います。朝のスムージーには必ずプロテイン入れてて、すごい成分いいから概要欄にリンク貼っておきます。筋トレしてる人とかね、すごいいいと思う。あとダイエットしてる人もね。ちょっと台風対策の定番といえば、こういう外に置いてある系のものね。こういうのは全部中に入れていくっていう。こういうのも危ない。ジョウロね、こういうのも危ないね。これも持っていこう。あとああいうシャワーホースも全部ちゃんと巻いて保管してるって感じかな。ベランダはどうしようかな。このテーブルセットが飛ぶほどの台風では今回ないと思いたい。思いたい。飛ばない方向でかけるわ。飛んだらちょっとどうしよう。まあいいや、楽しみにしといて、飛ぶか飛ばないか。猫ちゃんが俺の車の下で寝てるな。ということで、車の止め方っていうのも対策の一つで、一応ね、今回こんな感じですごい詰めて止めてあるのには、まあ理由があって、停電とかした時に、大きい車、電力会社の車入ってこれ、来やすいようにっていうことでやってます。まあこういう配慮も必要かなっていうね。ただ問題はこの辺り木々がすごいから、この木々の枝とかさ、折れたやつがバン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 車に当たって傷つかないかなっていう恐怖だけはちょっとあるんだけどね。あとはもうこっちのシーサーたちが守り神してくれてるから、これなんかのおかげで大丈夫はず。で、我が家への電力供給はこの一本の電線だけで成り立ってるから、まあこれすごい長いんだよね。こんだけ長いとね、台風の風で簡単にパーンって行きそうだから、ちょっとこれだけが怖い。停電が怖いかな。停電対策でこういうのあるといいんだよな。これはポータブル電源って言って、これで充電ができる。こういう風にね、100ボルトも使えるし、 USB も使えるし、ここが電気にもなってるんだよね。で、それからここにね、携帯置くだけで携帯も充電できたりするから、まあこういうのあると便利。これも概要欄に貼っとくわ。ロクちゃんなんか楽しそうね。ああ、ロクちゃんすげえ楽しそうじゃん。ん、ロクはいつでも楽しそうだね。よし。いやー、シャイ持ってきて、ロク。よしよしよし、よし、偉いね。女子付き。ねえ、やっと届いた。これがさ、今回買ったやつ、なんだ、マイナス10度の冷却機能付きっていうとんでもねえやつなんだよ。なんかさ、うちお風呂場が暑いんだよね。いや、っていうか全部が暑いよ、この家。まあそうだけどさ、昔の家だから今の家と違って壁とか断熱が一切入ってないんだよね。うん、屋根は入ってるんだけど、
だからあのコンクリートって水分も含むからさ、すっごいもう高温多湿なんだよね。最悪だな。なんかこれを2つ注文したんだよ。1個しか届いてないけど、うん、まあまあよかった、間に合った間に合った。これで湿気対策よ。いや大事だって、晴れの日でもあんなに湿気出るんだよ。確かに一瞬でかびるっていうもんね、こういうコンクリートのやつって。そうそうそう、だからこれを使って台風をなんとかしのぐと。はい、ね、洗濯もできるね、これだったら。できるできる。イエーイ。うわー、重っ重っ。これどうしようかな、一旦お風呂に置く。お風呂が結構優先かなって思う。だよね、洗濯物もあるしね。もともと使ってたこいつはハンドで、それをどっかに置く。このもともと風呂場で使ってたやつこっちの辺に置こうね、うん、ここ臭いからさ、ちょっと畳が。これプラズマクラスターあるから多分ね、匂いちょっと良くなると思うわ。コンセントどこだ、もう物が多すぎて何にも分かんねえや、この部屋。早くここも DIY して棚とか作らないとね。で、コンセントどこ？そこかー。これ大変だな。あー、ちょっと、よいしょ、大丈夫。あ、腰殺したような声したけど。え、大丈夫。いっぺん本気の言いたかったやつ。おお、風冷たいよ。冷たい冷たい、ちゃんと。おお。うん。この上がりいいんじゃない、これ。これいいね。うん。この無限キャベツの素を豆苗に入れるとすげえうまいんだよな。めちゃくちゃ美味しいよね。無限豆苗の素ってやつも売ってるよね。ああそうだね、うん、なんかね、やたらなんていうんだろう、アミノ酸味を感じるというのかな。ね、わ、美味しそう。これ乗っかってる肉なんぞ。ささみ。ああいいね、ヘルシーでいいじゃん。あとニコラさん言う通り、ロープのこのやつ、 あれはやっぱ 足のあのテクニック覚えてなかったらやばかったですね。アイス食べる人。はい、はい、はい、上手なお返事だね。はい、じゃあこれ、はい、バニラと何かがあるけどどっちがいい？バニラと何かが重要や。おお、来た来た、ついに警報が来たね。なんだ、何の警報だ。緊急速報、こちら読谷村です。ついにだね。ついに来たね。始まるぞ、ここでの初台風。真っ暗だ、気づいたら。本当だ。風やべえ。早く帰ろう。よしよし。うわ、カメラがやばい。よいしょ。だんだん台風っぽくなってきたよね。なってきたね。来ましたね。いや、うわうわうわ。ああ、ロクちゃんただいま。うわー、すごいね、ちゃんまり、これすごいね。台風って綺麗だ。雲すんごい流れてるね。ねえ、これ今からだよね。今からだね、今日の夜中とかがピークだったと思う。あ、すごいわ、それにしたって。これ綺麗。遠くの方にフォーカスを。あ、いいね、すごい空だ、綺麗。さあ、風強いから中入ろうか。そうだね、ところで、うわー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 。ち
ちょっと今日胸やろうかなって。なんて？胸やろうかなって。やっとトイレでうんこした。安心した。ロクも新居で初シャワーだね。どうですか？かゆいとこないですか？血もキーって言ってるじゃん。そうだね、なんかしぼんだな、残ってるやつらも。あ、でも一番先っちょの一番飛びそうなやつ頑張ってる。なんでやねん。今ちょっと風弱まってるから、うん、被害の確認しに行ってみようか。あ、そうだね、そこ、庭の方にね、うん、ということでちょっと被害状況見に行ってみようか。イエスさ、ね、まだ台風の最中ではあるけどちょっと弱まったからね。そうだね。さあ、じゃあ GoPro 持って出かけるぞ。お、なんか風弱まってるね。あー、そうだね。うん、湿気やば。まあ弱まってるとは言うてもだけどな。弱まってんのかこれ、うん、うわー、なんか湿度がすごいわ。めっちゃ目だね。どう？あー、でもそうだね。うん、うわー、特になんか木が倒れてるとかもないし、うん、折れたりもしてないし。そうだね、意外と意外なまでに大丈夫かも今回は。まあ若干そこら辺の木がちょっとあれかな、この辺りがちょっと元気なくなってるよね。これな、こんなに倒れてたっけねって感じはするね。倒れてるね、だいぶね。うわー、風やば。切った方が良かったかね。うん、ちょっとあっち行こうか。ちょっと結局なんだかんだ雨冷たいし嫌な感じ。みんな台風の日に本当外出たらいいとかダメだから。え、でもさ、うん、蝶々飛んでるよ。蝶々飛んどるんかい。こいつらすごいな。すごいな。あ、本当だ。なんかデートしてるじゃん蝶々が。バッタも飛んでるし。バッタも飛んでるの。沖縄人も沖縄の生き物も台風に慣れてるな。あ、まあまあなんか大丈夫だね意外とね。ちょっと草木はだいぶあれになっちゃったけど、まあ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 、うん、まあこんなもんかな。こんなもんかな。よし、中に入ろう。はい。行こう。わあ、逃げろ逃げろ。撤収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 。よいしょ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 。足びちょびちょだわ。もうやばい。よっ。ふう。あ、納屋見とかなくていい？納屋。納屋。ああ、納屋が雨漏りするって言ってたな。そうそうそう。見に行こう。ちょっと見よう。よし、ダッシュダッシュ。たっ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 た。ひえ。意外とね、これ雨映らないと思うけどすごい結構雨あるよ今。あ、なんか
大雨で雨漏りって聞いてた。大雨で雨漏りって言ってたね。だだだだだだ死に雨漏りびっちょびちょやもう無る雨漏りなんかいるなんかいる何やろゴキブリ何何ゴキブリだやばい気持ち悪い気持ち悪いうわうわ行ってくるよ俺行ってくるからな。大丈夫こういうついてくあ、ついてくる見守るゴキブリ倒しはちょっと旦那の仕事だと思ってるけど、じゃあこれカメラ持っとって。わかった行くぞ。おひえわあ勇ましい背中。やだなちょっと離れてていいですか。いや開けた瞬間出てくるとか。あどこにいたら安全なんだこれ。怖い。いる？やだもうめっちゃ怖い。もう怖いな。なんか屋根の方とかにさ、あれじゃない？避難してっちゃったとかじゃない？屋根の方か。上か。上だってそんなじゃん。びっくりした。あ、恐れか。もうやめてよ。まあちょっとまあ逆にねもうこあの仕方ないさ。こういうところで虫と一緒に行けないといけないから、こっちもゴキブリハウスとして提供しよう。その場合こっちに入ってこないでっていう。ああ逆にね。ことで。ああ住み分けましょうと。通用するからそういう話。雨漏りはしてなさそうこっち。こっちは完璧だね。でもこっち綺麗だね。綺麗。こっちは大丈夫。よし。こっちがダメ。ということで沖縄でのリアルな台風の様子どうでしたかね。はいどうでしたかね。まあこんな感じです。まだちょっとこの台風しばらくここに滞在するみたいだから沖縄に、まあ、これが明けたらまたいつも通りの楽しい田舎暮らしの Vlog 送れればと思いますので、はい、ぜひチャンネル登録とかいろいろよろしくお願いします。お願いします。じゃあねー。